はいどうもユジです今日はこちらの話「鬼滅の刃爆死」「転売ヤーを巻き添え」というお話です手放しでは喜べないお話ではありますがニュースが入ってまいりましたのでご紹介させていただきたいと思いますタイトルの方が「鬼滅の刃ゲームが爆死」「早くも叩き売りで流行っているのに売れなくて草」「国民的作品鬼滅の刃」を題材とした家庭用格闘ゲーム「鬼滅の刃日の神」 ケプタン10月13日にリリースされたばかりの新作だが早くも不評が続出しており一部では値下げする販売業者も現れているようだなんか「鬼滅の刃」といえば何出してもなんか売れそうな気はするんですけれどもちょっと異常な事態かなというふうに思ってますそんなに面白くないのかなケプタンは 鬼滅の刃の世界観を堪能できる格闘ゲームですが発売開始直後からネット上でクソゲーなどと騒がれていますあそうなんだえ同作はプレイモードがソロと対戦の2つしかないため他のキャラゲーと大差がありません他の操作キャラが少ない一瞬で敵を蹴散らすコンボがあるなどのマイナスポイントがありお世辞にも良作とは言えない出来のようですねえゲーム誌ライターがおっしゃっておりますよっけ 結構国評ですねこれあれあかなこの「鬼滅の刃」の人気に乗っかってやっつけで作っちゃってまあ中身スカスカのゲームになっちゃった的な感じなのかなもしかしたら分かんないけどねまあ,ある意味「鬼滅の刃」を冒涜するようなゲームになっちゃうかもしれないというお話なんだと思います。そんな不評ののせいかネッットトショッピングサイ Amazon は同作の値下げを結構 もともと8,360円で売られていた商品が最安値では34%オフの5,500円で販売されているまたすでに中古商品もいくつか出回っており相場は約5,500円程度今後も価格の変動は起こりうるが 発売から1ヶ月も経たないうちに叩き売りされている現状だ。実はこの騒動に転売ヤーが巻き込まれているようなんです。まあ,ある意味ザマートしか言いようがない話なんですけれども、鬼滅の刃の人気に乗っかって売れるだろうと踏んでいた。転売ヤーが商品を仕入れてメルカリで販売をしておるんですけれどもどうやらですね。全然売れてないみたいなんですよ。はいこちらがですね。 『鬼滅の刃』のゲームの検索結果なんですけれども現在の状況このようになっております定価がもともとの販売価格が8360円でございますが現在メルカリで販売されているものが7000円ですとかまあそういった価格で販売がされているようなんですこれちなみに新品未開封ということを謳っておりますのでおそらく転売屋なんだろうなと思っておりますで初回の 特典なんかもついておりましてこういったものをつけて7,000円で販売しておるんですが一かに売れていないという状況でございます、はい、こちらの転売ヤーさんは初回特典を2個つけているんですけれどもその価格が6930円こちらも赤字なんですが売れていないようなんですよざ <laughs> まあこのようにね 店売屋さんがどうやら値段を下げた赤字覚悟で在庫処分をしようとしているんですがあまりにもゲームに人気がないということで売れないという状況になっているようなんですちなみになんですが調べた結果新品未開封を謳っている商品の中で今現在最安値が5600円となっておりますこれでも売れてないんですよもうダメだろ <laughs> <laughs> そのまんまの在庫を抱えたまんまちょっと何年か寝かしてみたらどうかしらもしかしたらほらねこうプレミアついてさシュリンク付きでさプレミアついて値段ちょっと上がるかもしれないからそのまんまね数年ね5年と言わず10年20年ちょっと寝かしてみるのも面白いかもしれないですよたただ先ほども言ったように まあ手放しで喜べる状態ではないというふうには思っているんですねまあ、ゲームが売れないということであるとなかなかね制作した 会社としても良くない状況ではあるんですがあれかなあの肉をを切らせててて骨を立つっっっいう状態って言ったらいいんでしょうかねただゲームが売れないというだけでは大変残念な結果ではあったとは思うんですけどもまあ不幸中の幸いといったらあれかもしれないんですけれども転売や爆死の歴史の1ページをまあ刻むことができたということになるんではないかというふうに思っております。ちななみになんですが 最高値どうなってるのかっていうこともちょっとねご紹介しておきたいんですがちなみに最高値3万円となっておりますこちらの方がフィギュアマルチスタンド付きの数量限定版なんですけれどもこちらの方が3万円で売りに出されておりますがえこちらの方もちゃんと売れておりませんのでご安心くださいませてかこの転売や夢見すぎなんじゃね <laughs> もう少し現実見た方がいいと思うよ。多分ね、あの、相場とか読むの多分苦手な人だと思うんですよ。多分ね、その、テンバイヤーとか、そういったね、なんかトレード関係、多分向いてないと思う、この人。<laughs> もう少し現実見た方がいいと思います。てか、こんなさ、ことやってるぐらいだったら、普通にバイトでもしたら <laughs> その方が稼げるんじゃねとりあえず再三言ってるお話ではあるんですけれども確かに定価より安くこうやってね転売ヤーが販売してる状況ではあるんですが転売,いい、はい、売ヤーから買ってしまいますと結局はね赤字とはいえ種銭をね回収しているわけですのでそれを使ってまた別のね 物品を買ってまた転売をするということになりますので種銭は与えないという意味で、えー、転売屋からいくら安くても買わないということをぜひ、ね、お勧めしたいと思いますこのまんまね転売屋にはこの在庫を抱えたまんまそのまんま沈んでいただくことを願っております まあスイッチとか PS5 とかそっちの方は中華系の買い取り業者にね買われてしまうっていう恐れはあると思うけれども多分ねこっちは多分ねそれも無理なんだと思うんですよだからそのどこかに逃げ道があるかっていうと多分ねこれについては逃げ道が一切ないと思っているのでこのままね え爆死していただけるんじゃないかと俺は思っておりますただ残念なのはそのゲームが売れてないっていうのが残念なことだと思うんですちゃんとね物は売れてるけれども転売屋だけが爆死してくれたっていうのが一番望ましい形だとは思っているので今後ねそういった形をまあ、みんなでね作り上げていければいいかなというふうには思っております私もねそういったものの一助になればいいかなというふうに思っておりますのでこれからも頑張っていきたいと思っております まあ、ちなみに記事の方まだ続いておりまして最後までちょっと読んでいきたいと思います。えー、先を見越した Amazon に反対が早い 日ノ上結封歌の値下げ情報は瞬く間に広まりネット上では「判断が早い」「めちゃくちゃ流行ってるに売れてなくて草約束された勝利のコンテンツなのにゲームはなんで爆死するんだ」「数週間待たずにほぼ4割引きはなかなかやな」などと爆笑の声が続出しているちなみにアマゾンのレビュー欄も荒れに荒れています星5つの評価が33%である反面 1> 星一つの評価も全体の25%という数値年末には2000円切るだろうからそれまで待った方がいい見えていた地雷とはいえ想像以下でした <laughs> などの辛辣な声も上がっていましたしかしファンからの評価はそこそこ高いためレビュー欄はファンとアンチのバトルが繰り広げられているような状況になっていますあ なるほどねゲームとしてはそんなに面白くはないけれどもファンとしてはその鬼滅の刃の世界観を楽しむとしてものとしてはまあ十分なものなんだという認識のゲームなんじゃないかと思っておりますだからその辺のところが評価が分かれているところなんだろうなっていう風に感じてますこの記事からねだから見る人にとってはまあもしかしたら良作なのかもしれないという風に よく撮ってみてみはいかかがでしょうかただ、えー、このライターさんが曰わくですけれども最後に、えー「原作人気に頼りすぎてゲームの作りをおろそかにしたことが原因なのかもしれない」「もしも次回作を作る予定があるならば期待を裏切らないゲームを制作してほしいものだ」というふうに締めくくっております。まあ、おそらくこうらく一部のね優しいファンだけが評価してくれている状態っていうのはもうおそらくこのこれなんだろうと思います。 ね、ゲームとしての作りをおろそかにしてしまったことが一部の優しいファンだけが評価してくれているっていう現状になっていることだと思いますので、まあね、次この、ね、メーカーさんが作る時にはしっかりゲームの方も作り込んでいただきたいというところだと思います。はいということでね今回は「鬼滅の刃火の神鉄風炭が転売屋を巻き添えに爆死したというお話でございました。 え皆さんね、えー、どのように思っていらっしゃいますでしょうか何か思うところがございましたら、ぜひコメント欄にね、コメント残していっていただけると大変嬉しく思います。あとはこの動画がいいなというふうに思っていただければ、ぜひチャンネル登録をお願いいたします。以上